あれ？ヒリオさんどこ行った？いないぞ。あ、いたいたいた、遅刻してきた。遅刻してきたぞ、ヒリオさん。社長出勤だ。僕は偉いので、みんなより後に来ました。こっちでさ、絵描いてみよう、ここね。ここ良くない？ここ。この大きいスペース使おう。なんかみんな描きたいものありますか？ヒリオさんは、特に描きたいものがないらしい。じゃあ帰れ。じゃあ、お家に帰れ。ちょっと待って。おい、落ち込んで本当に帰る奴がいるか！おい！おい、落ち込むなよ。本当に帰るなよ。帰れって言われたから帰った。好きなの書いていいぞ、ヒリオさん。動物とかどう？お。お！書き始めるか？何書くんだろう？俺が動物でも描いてみたらって言ってみたんだけど、なんか線引けましたね。何これ？目？あ、誰か消えた。誰か消えた。誰か消えちゃった。いなくなっちゃった。あ、何これ？ペチ塗りで描いてる。ヒルさんペチ塗りで描いてる。顔だ。顔だ。うまいうまい。うなちゃんの顔描いたよ。なんか目と口描いてる。あ、わかった。じゃあ、俺これにさ、付け足すよ。輪郭描きます。顔の輪郭描きます。今から。共同作業。色も変わるしね。じゃあ、髪の毛を描いてみました。いいじゃん。あ、囲ってみるか。せっかくだし囲ってみる、これ。どうこれ。ヒルさんどう？あ、さらに描いてる。胴体描いてる。おう。なんか描いてくれた。ちょっとこっちから見よっか。おお。なんか人？イカ？イカ人間みたいなできてるよ。うなちゃん、とんでもないことになってしまったんですけど。はい、今度はイカちゃんが描きます。ヒデオさんはなんか顔を描いてくれたんですけど、あのイカちゃんは何を描くのかな？おどおお。結構がっつりいくな。結構がっつりなんか丸みたいなの描いてる。なんだこれ、おにぎりか。おにぎりか。あ、なにこれ。あ、できたん？これなにこれ？栗？栗か？なにこれ？皆さん、栗を描いたみたいです。うまい。あの、せっかくなので、目をつけてみました。目をつけてみました。そして、せっかくなので、体も描いてあげましょう。さっきとあんま変わんなくなっちゃう。待って、見てこれ。栗人間。今度栗人間になった。さっきと本当変わってない。これ見たら、描きたくなるのが僕の差が。ほんね、乳首描いたべこれ。ヒレヤさん、乳首描いちゃダメだよ。乳首だべ。ヒロさん、ダメだよ。ダメだよ。なんで、描いちゃダメでしょ、普通。ダメ、消しとこう。ちょ、センシスティブに反する。こっち来て、これ見て。僕描いた。お、どうしたの？お、これヒレヤさん描いたの？あ、イカちゃんだ！うまっ！ヒリオさんうまくね？うまっ！うまいわ。お、イカだよ。あ、こうやれって言ってる。あ、すごいほら！似てる。似てる！これ、二つ並ぶと目になるね。